はい、味噌トーストイチファーム、コニタンです。今日は日曜日なので、ダチョウの水やりしていきたいと思います。まあ、日曜日はね、いつもは水やりとか餌やりをね、担当してくれてるおじいちゃんたちがいないので、僕たちの方で日曜日はやっていきたいなという感じです。ね、水をね、水桶にやっていくんですけど、どうした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 、何に驚いたんだ、何 ね、こんな感じで大変ですね 朝から何だろう、何か驚くような要素があったんですかね。特になんもなかったでしょ。僕が脅かしたわけでもないと思うんだけど。え？どうしたんだい？朝から騒がしいね。大丈夫かい？はい。こんな感じで、ダチョウは、ね、すぐに何かにテンパって走り出しちゃいます。この集団の中で一匹でもそうなっちゃうとみんながドタドタってなっちゃうからね。まあ、大変ですよね。冬はあまり水を飲まないので、あれなんですけどね。最近は、寒さのせいで水が凍っちゃって大変なんですけど、水ね、こんな冷たいのに飲んでね、お腹痛くならないんですかね。まあ、かくいうコニタンはちょっとお腹の方がね、弱いので、冷たい水は最近は避けるようにしてるんですけど、できれば常温で飲みたいところですね。まあ、本当によく飲むね、この寒いのにね。どうだい？お腹は痛くないかい？くちばし、霜焼けになったりしないんかな？ほら、最近ここの三里町、すごい寒いんで、もう骨の髄まで痺れてくるというかね、やばいんですよね。本当に。全然水がたまんないな。そ うだ。ねえ。餌もこんな風にね、まあこれからあげるんですけど、ちゃんと食べてくれてるんで、しっかりカロリーをね、摂取できてるのかなと。冬ちゃんと食べないとね、この、極寒の地で生きていけないと思うので、ぜひ食べてほしいものなんですけど。はい。こんな風にね、餌食べろと言ってんのにね、餌桶のね、角をつついちゃう子もいたりなんかしちゃったりして、面白いね、ダチョウって。と言ってる間にね、水が溜まってきたんで、次の桶行きます。よし。桶がこんな風にいっぱい並んでるんで、まだまだ時間かかるんですけど、そうですね、ここのね、レーンがね、水やり終わるまではちょっと動画回していこうかなと思います。餌やりと水やりをね、こう、分けてやってるんで、まあ、効率的ではあるんですけど。あれですね。この日曜日にやる作業が一番ちょっと時間かかるかなって感じです。あら、かわいい。あら、かわいい。ダチョウは何にでも興味津々ですからね。でもちょっと怖がってるから、ちょっとね、全然近寄ってこない感じですね。よし、溜まった。次行こう。こっからは親鳥になりますね。今までのはね、ヒナだったんですけど、
からは。あら。ちょ、待って、凍ってんだけど。凍ってる氷を頑張って割ろうとしている。よし。ちょ、割ってあげないと全然水飲めないんでね。いや、ハグリッド。こいつはでかい。こいつはでかいですよね。2メートル20ぐらいあるんじゃないかな。この子はおとなしくていい子でーす。はいはいはい。ああ、どんどん行こう。おっとっとっと、スマホ近づけると寄ってきちゃう。おっ、そうそうそう。こんな感じで餌やりと水やりを分担してまーす。はーい。よしよしよし。まあこんな感じですかね。はい、日曜日の朝はこんな感じで作業してまーす。はい、ぜひチャンネル登録、高評価で、これまでのね、動画とかいろいろ見てくださったら嬉しいでーす。以上、ミサトボストリッチファームからコニタンでした。バイバーイ。